こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は旅行をテルミクラブに申し込む人が多かったわけ。まあ、これがね、えー、ちらっとまあ、やっぱこういうのを見るとそうなるだろうなというのがちょっと見かけたんで、えー、それをシェアします。ちょっとね、いろいろ、まあ、どこに仕入れの下見に行こうかとかね、どこが暮らしやすいか、えー、調査しようと思って見てたらね、えー、ポルトガルのポルトが なんか気になって、ちょっと航空券の料金を調べたんですけど、すごい結果が出てきました。ね。これ一瞬見ると何のことだか分かんないと思うんですけど、同じ東京・成田からポルトへの航空券がですね、えー、旅行代理店で買うと8万7300円。JAL で、えー、電話して買うと98万9220円と。ね。すごいですね。まぁ、あ、XPD a 11万2300円。 まあこのぐらいならね、わ、えー、かるんですけど、ここまで開きがあるんだ、差があるんだというね。まあ、そうすると、やっぱりね、えー、一番安いところはどこだと。ネットが発達してるんでね、えー、一番安いところはどこだと言って、安いのを買う人が、えー、増えてると。そうすると、まあ、安くないと売れないとねいうことになって、そういうふうに思い込んだ旅行会社、あるいはね、えー 格安チケットの扱い業者は、価格競争でもう一番安い航空券、常に売んなきゃいけないと。で、こういうことになるんですね。まあ、この旅行会社はどこかですね、えーまあ、まだこれから見えないですけど、まあ、そもそも私は旅行会社では航空券買わないんで、えーまあ、このね、これはエミネーツなんですけど、エミネーツの値段を調べました。 そうしたらね、往復でえ10万4600円。このエクスペディア使うより安いんですね。こういうこともあります。通常はね、エクスペディア大体この値段に合わせてるとかね、してるんですけど、今回はこうなったと。で、航空券はですね、本当に直で買った方がいいです。もうこのぐらいの差はひっくり返るぐらいね、 え、損をすることがあります。ないしろ、もともとが高いんで、10回買ってね、1回航空会社がえ、航空会社じゃない、旅行会社が飛んじゃったらね、それによってもう今までの節約何だったんだということになりますんで、えー、航空券直の方がいいだろうと。で、大抵の場合ね、エコノミーで例えばオーバーブッキングした時も、航空会社直で買ったチケットの方が、 え、旅行会社の格安航空券よりね、えー、グレードが上なんで、えー、アップグレードもされやすいということもあります。まあだから、アップグレードはね、おまけですけど、まあ、いずれにしてもね、これぐらいの価格差、これ多分ね、旅行会社だと、えー、発券手数より5000円とか取ると思うんで、えー、9万2000円ぐらい。だから1万円ちょっとですね。まあ仮にそれ取んなかったとしても1万7000円。で、それぐらいのね、えー、まあ10枚の旅行券が、 えー、2割も安くならないんであれば、えー、この代理店を使う必要はないと、使うメリットはない。で逆にね、もっと安い場合は、もっと危ない可能性が高いんで、まあ、そもそもね、せいぜい違っても、えー、1割ぐらい、2割ぐらい違うのは逆にね、危ないとで。1割違うんだとね、1割でそのね、途中で旅行中帰れなくなっちゃうとか、さまあ、最悪のパターンですね。 いけないよりも人によっては厳しいかもしれないですね。まあ、そういう目に遭うことがあるんで、まあね、旅行代理店に何の恨みがあるんだと、ね、えー、若干楽天に出してた名前を忘れちゃった旅行代理店でね、えー、まあ同じように今回テレビクラブと同じようにバックれちゃってね航空券が使えなかったということがある、えー、恨みはあるんですけど、 恨みというよりね、もうこれリスクが高すぎます。得られるメリットとリスクを考えたら、全く代理店から買うメリットを感じられませんね。で、人によっては、そんなこと言ってもね、自分だとプランが立てられないという方もいるかと思います。そういう方はね、会員さんであれば、私はプランを立てるのが大好きなんでですね、相談してもらえば、プランを立てるお手伝いをします。 またこの動画を見てるのはね、もし会員さんじゃない方がご覧になっている場合は、えー、まあ、プランが立てられないんであれば、旅行代理店のパックツアーを買った方がいいです。で、その代理店もね、えー、この大手5社に留めておいた方がいいですね。えー、本当にもう、そもそもがこのインターネットが復旧したというか発達してね、で、ホテルも価格比較サイトがあるし、えー、航空会社も自分で安くチケットを売るようになっちゃったんで、まあ、代理店の意味って何なのかなと。 わかんななないい、まあ、ほぼ存在意義がない業種にっっちゃってますね、まあ、ごく一部の代理店はもしかしたらね、旅行経験の豊富な人がま相談をすればね、えー、バチッとしたプランを教えてくれると。まあ、その場合はね、多少高くても申し込む意味があるんですけど、まあ大抵の場合相談してもね、そこ行ったことないね、営業所、そこそこ大きな営業所でもね、えー まあ、ハワイとかね、えー、ロサンゼルスぐらいだったら行ったことあるんでしょうけど、まあ、それにしたってね、その、ローカルの美味しい店とかね、えー、じゃあ、どこで、えー、何を食べれば一番満足度が高いとか、そういう、えー、一番聞いて役に立つ情報は、えー、大抵代理店の人知らないです。ね。それはしょうがないですよね。安月給でそんな旅行行けないわけですから、えー、天井院で行ってね、えー、天井院で行って、 え、ぐるっと回って手順にやることはね、別にいい店を探すとかじゃなくてね、みんなが落っこちないかいなくなる人がいな,い,ないか、まあ、必死で人数を数えたりすることですから、店なんか探して余裕はないと。まあ、そういった諸々の事情を考えると、エアチケットは航空会社直で買うことをお勧めします。えまあ、ついでに言うと、ホテルは、 え、比較サイトで見てもいいんですけど、え、料金先払いだとね、え、イヤーチケットと同じ目に合いますんで、え、料金は必ずホテル払い、ね、ホテルで後払いの方を選んだ方がいいです。これまた1 10%か15%ね、価格差あるんですけど、まあホテルっていうのはね、元々の費用が大したことないんで、まあちょっとでも安い方がいいなと、ね、いうことであればそれも構いませんけど、私は後払いのプランを多少高くても選んでます。 そんな感じでね、なんで転売なのに旅行の話が出てくるんだということなんですけど、実はこれ旅行の商品、ね、選び、どこ泊まって、どの航空券で行って、どこから予約するか、一番安いところはどんなリスクあるのか、そういうのを考えるのはですね、実は転売で商品を考えるのと非常に似ています。そんなわけで私は両方好きなんでですね、 えー、転売でこの商品こう売れたらこうなんなとかね、えー、これは一番安いけど、えー、こういうことだなというのが色々あります。まあ、最近、ね、話題になってるアマゾン詐欺もそうなんですけど、安く出してるけどリスクはないのかとかね、えー、そういうのを考えなきゃいけない、えー、っていうことが多くてですね、今だと夏休みの旅行をね、えー、旅行会社で撮って取って、もしも倒れちゃうとね、旅行会社が倒れちゃうと大損するんで、まあ、そんなことがないようにね、えー 航空会社直で申し込むか、えー、大手5社の代理店で申し込むか、あるいはね、えー、なんか変わったプランとか人数がを、えー、家族、おじいちゃん、おばあちゃんも行くんで家族も多くてとか、そういうね、何か変わった事情があるんであれば、えー、プランを立てるお手伝いもしますんで、何しろ、えー、せっかく私の会員さんで旅行のプラン立てるのが大好きな、えー、私がついているのに、 相談できるのに、えー、格安とかに申し込んでね、えー、あんまいい旅行じゃなかったとかそもそも行けないで搭載しちゃいましたということがないように、えー、この情報をシェアさせていただきました。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。